はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、続きをやっていきましょう。ナナシの犯人探しですね。まあ、とりあえずサハドが見つけたという人影を追って村の外に行きたいと思います。というか村の外に出て何してたんだ。どこへ行ったのでしょうか。川の下流へ向かって走り去っていったように見えたぜ。すげえな。こっちの方だな。一瞬でそこまで見えたのか。本当にここですか。誰もいないようですが。これはどこだ、そもそも。お、なんかある。全く同じこと言ってるし。おお、ワイヤーか。何なのです。そこを動くな。待ってくれ。はい。首に傷が。一体どうして。ワイヤーが張り巡らされていたんだな。気づいたか、アドル。木立のあたりに何かあるぞ。てかサハドもすげえな。よく見つけたな。調べる。鋭く光る細い糸のようなものを拾い上げた。鉄線のようか。よく見つかったな。まあ確かにね。この光線か。エアランさんのものですかとか。何か心当たりでも。え、何、いわくつきのもの。おお、遊撃部隊が野戦で使うトラップ。怖いね。なるほど。いや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 、そりゃないだろ。怪しいなとか。こいつもドギと似たような感じだな。確かに軍関係者ね。
アルタゴね。ガルマン、グリークとか全然知らん。アルタゴしか知らない。え、何、ああ、そうなんだ。あ、そうだよねそう、よくよく考えればそうなんだよ。医者か。おー、持ってるね。できませんとかそりゃねえでしょ。え、ってか普通にどこにいるの？外には出れないよね、多分。まあ、一つ一つしらみつぶしに探していきますか、洞窟から。こっちにはいないと。まさか女性の部屋にいるんじゃないだろうな。ここにいたら変質者として捉える。うん、いなかったな。見回り完了。女性の部屋は問題なし。いいよね、そういう大義名分でさ、女性の部屋に入れるんだから。調査のためなんだから仕方がない。さて、ここにはいなかったんで、じゃあ上の方から行きますか。まあ、まずは畑の方から。畑にはいないですね。ナスがなってる。お、収穫しようもうナス日できたの？早くねえかこっちの方もいないですね。あれ、なんか変な鳥がいるんだけど。何こいつ。ハシビロコウ。いやいやいや、普通にハシビロコウとか言ってるけどさ、何なの。え、何、割とメジャーな鳥なのこいつ。魚でもあげてみようかって。俺魚あんまり持ってないんだよね。まあ、じゃあ一応これ渡してみる。あとでいいやお魚あんまり持ってないんで。じゃあちょっと釣りもやっていかないといけない感じかな。てか、あの鳥マジ何者なんだ。
いついてしまったようだってさ、普通に言ってるけど素性が全くわからないからな。あとじゃあちょっとこっちの方へ行きますか。いた。決戦の時だ。私の正体に気がついたのか。いやアドル君じゃないですか。どうしたんですか、そんなに神妙な顔をして。またどなたか怪我でも。お前には死んでもらう。キルゴール先生、今日はいい天気だな。神様に感謝しなきゃな。なんせこの後あんたと組み合ってもびしょびしょに濡れずに済みそうだ。これはこれはエアランさん、戦場で待ち合わせをしていたお仲間にはお会いできましたか。お、もしやこいつが。上がったのは貴様か、キルゴール。いや、七種の切れ裂き魔。やっぱり先生が。でもどうしてなのです。いや、快楽殺人者にどうしてもこうしてもなくね。いやいや、美しきかな。うん、少し前までお互いの顔も見知らなかった漂流者たち、そのあなたたちが生き抜くために育んできた意志の力や結束力、やはり美しいと言わざるを得ない。な、何が言いてんだ。しかしこうも言えませんか、恐竜という異常な状況や僕の脅威なくしてその美しさは生まれなかったと。そんなこと耳を貸す必要はねえ。こいつはただの殺人鬼だ。キルゴール先生、どうか投降していただきたい。ここが無人島である以上あなたにもはや逃げ場はありません。ん？なんだ？ああ、もうすでにトラップを仕掛けていたのか。僕は世に必要とされるべき存在。邪険にされるのは心外ですね。すげえな。おう、やつの行方を追ってくれ。てかさ、作業要員がこれまた1人減ったな。全部で作業要員2人減っちゃったぞ。カーラン教もいなくなって、キルゴール先生もいなくなって、一応回復しとこう。地図的には、あ、どこにも行けないなこれ。ってことは普通に歩いていくしかないのか。まあパロちゃんの言葉通りに進んでいけばいいのかな。東ってどっち？あ、あっちか。
どこまで逃げるつもりだ。でも戦闘能力はありそうですからね。多少の獣相手だったら倒せるでしょう。いや、こんな奴らはもう仕方だよ仕方。相手にしている暇はない。突っ走れ。バトルまっすぐ。 OK。 キルゴールこの先にいた。バドル気を引き締めましょう。左にいますね。っていうかイベントが始まったか。いや普通に歩いてるし。アドル。ん？なん誰の声？ようやく追いついたか。いやいや、ようやくって言ってもさ。七種の野郎は。まだ見つけられていません。今パロが追っていると思うのですが。優秀だなパロ。戻ってきたみてえだな。なんでこんなところに。しかも子供じゃないか。誰か倒れています。漂流者でしょうか。まだ幼い少女のようですが。いかん、あれじゃ獣の餌食だぜ。これ以上の犠牲は。ん、これは罠だ。膝をやられた。足を気をつけてください。どうやら七種の罠のようです。近くにいるのか。ふらふらさまよっていたガキを捕まえておいて正解でしたよ。この子は大鳥か。なんて卑劣な。人の風上にも置けません。船長殿、すぐに手当てを。それは無駄かもしれませんね。見たところ大腿部の動脈を切断した可能性があります。さすが医者だな。すぐに手当てしても助かるかどうか。え、そんな怪我なの。そんな大腿部の動脈ってどこ。頼む。キルゴール先生を、ナナシを捕まえてくれ。船長殿。先の失血も手伝って気を失ってしまったようですね。カーラン卿に続き二人目ですか。それでは僕はこれで失礼させてもらいますよ。お待ちなさい。危なくねえか、そのまま突っ込んでいくの。ん？どっちがいいの？よし行くぜ。ってかめっちゃ魔物がいるんだけど大丈夫か。こっちでいいのかな。え、こっちじゃないの。俺だけ目的を見失ってんのは。一応ここでピョーンとやっとこう。完熟果物でもあげればいいじゃん。たちまち元気になるよ。
君、やはり君が追ってきましたね。晴れ渡る夜空のように澄んでいながら奥底に情熱を秘めた人、初めて会った時に直感しました。やはり君は僕の標的にふさわしい。次はアドルを手にかける気ですか？この先、この島で漂流者たちが生き抜くのは容易ではないはずです。脱出の可能性は果てしなく低く、絶望の果てに獣の餌食となるか、もしくは人の秩序を失い漂流者同士醜い争いを繰り広げるか。しかし船長の築いた漂流村やアドル君の存在は皆に希望を与えました。そして今は島からの脱出に向けて一致団結し始めているわけです。いやいや、大変に美しい。そんな矢先にアドル君や船長を失えば、考えただけでゾクゾクしますね。そのためにアドルや船長を。それだけじゃねえ。カーランのおっさんやあの女の子、先生、あんたは人としてやっちゃいけねえことをしたぜ。やってはいけないこと。はて、何のことか分かりかねます。僕は悪を背負う人間として当然の行動をしたまでのこと。まあ当然のはずがない。それはそうです。人を殺めて子供まで利用して、それの何が悪いのです？人は蹴る大地があるからこそ走って前へ進むことができる。物事が前へ進むには相反する2つの作用が必要なのです。善と悪、2つが存在するからこそ人の世や歴史もまた成立する。悪が存在せず正しいものばかりの世界などありえましょうか？それにもかかわらず悪の存在は憎まれ、存在が許されることはない。理不尽だと思いませんか？なんて盗作的な。わしは根っからの悪い人間なんていねえと思ってきたが。僕も君たちと話し合って分かり合えるなんて思っていません。善と悪の闘争は必然なのですから。お、普通に戦いになるか。構えろ。行くぞ。やるしかねえみてえだな。3人で1人をボコす。アドル、私たちはあなたを失うわけにいきません。心してかかりましょう。これは正義の鉄槌だ。ならばこの僕が悪の歴史を切り開いてみせましょう。なんか来なさい。術式開始です。これに当たるのは危険だな。さあ、大丈夫？始めましょうか。ちょっとよくわかんないんだけど。これはどうでしょう。なんかトラックかけてんね。ほら、いや強すぎでしょう。普通の人間とは思えん。さすが決まってか強い。普通に強い。マンゴーを使うか。まあ10個あるからね。あ、てか普通にヒールポーション使えばよかったのか。サッカー食らうんだな。おお、怖い怖い怖い。おらおら、タフすぎでしょ。いって、まずはヒールポーション使って、ヒールポーションだけでいいか。よし、酔ってる。
完全にこっちが悪だよなこれ。横殴りにしすぎだろ、ひどくないかさすがに。まあ、でも本人喜んでるからいいか。お前を断罪する。ほらフラッシュガード中にこれ使うと多分全部クリティカルになるはずなんですよ。クリティ40か、ダメージソースとしてはちょっと、うわちょっともう一回ヒールポーション使って 60% って意外に回復するな。お、ピョッタ、もうこれで終わりだな。気絶しているところを殴りまくる、これが俺の正義だ。まだ立てるのですか。予想以上にやりますね。冒険家でしたか。ここまで手応えのある相手だとは。まあ、今まで相手にしてきた敵の質が違うからね。ですがこの島は悪にとってこれ以上ないほどの晴れ舞台。このまま終わる気はありませんよ。いかん、また逃げる気だ。光線のトラップ、活に動けませんね。くそ、なんて用意周到な。お楽しみは次に取っておくとしましょう。それでは。お、いいところに来たね。じゃあ、あとよろしく頼むよ。いいよいいよ、食っていいよ食っていいよ。なんだこれは。弱き者は食われるんだ、それが自然の摂理、弱肉強食。負けた者の末路だ。そっか、これが死か。後で食うのかな。持って帰っちゃったよ。最後は予想外の決着だったな。さすがに複雑ですね。それよりアドル、すぐに船長のところへ参りましょう。あ、そうだ、急ごうぜ。ん？歩いて帰んの？歩いて帰んないとダメだね。急げ。とりあえずヒールポーションを上げれば 60% は回復するはずだから、俺のヒールポーションを今上げよう。船長殿の容体はどうなんだ。それは七氏の言う通り、すみません、致命傷のようです。え、あれで致命傷になるんだ。そんな人間の体とは核も弱いものなのか。落車さん、申し訳ない。皆さんを無事生還させるとっておきながら、
そんなこと。船長殿、頑張ってくれ。互いに娘の待つ家に帰るって約束したじゃないか。サハロさん、すみません、約束守れそうにありません。なんてこった。アドル、すまんが頼みがある。皆さんを無事に生還できるよう、アドル、君なら必ず果たします。はい、必ず。ありがとう。これで頼んだぞ。あれ、子供は子供完全に放置だな。バルバロスの遺体は漂流者たちによって丁重に弔われた。いやー、これでさ、作業要員マジ何人失った？12人くらいいたよね。これ最悪一桁になってそうだな。あ、終わった。いや、第2部長かったね。ここでね、セーブが入ってくれるとね、すごいキリがいいんだけど、そのまま始まりそうだな。うん、じゃあちょっと一旦ここで、終わりにしますか。じゃあ第2部が終わったところになりますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。